雄三さん、カカー、はい、はい、それではグッチ雄三さんの登場です。皆さん大きな拍手でお迎えください。皆さんこんにちは、グッチ雄三です。こんにちは、こんにちは、こんにちは。楽しんでますか？そりゃよかった。まあ今日は本当に天気で良かったですね。心配してたんですけども、本当に良かったです。ちなみに僕はね、晴れ男なんですよ。で、元冬樹がハゲ男っていうつかみは OK でした。短い時間ですけども皆さんと楽しく過ごしたいと思います。さあちょっとおしゃれな歌歌っちゃおうかな。したいです。愛こそ全て。ありがとうございました。ありがとうございます。まあこういう声を出すと皆さんがどうやればそういう高い声が出るんですかなんてことを聞かれます。これ簡単な方法が今日一つなんで皆さんにご紹介したいと。これやっとすぐできます。いいですか？無理をするんです。そして絞り出してください。きっと出ると思います。もし出ない場合は無理が足らないんです。ちなみに僕は、この仕事を始めた当時首周りが38センチでした。今は42センチです。太りました。さあ今度はね、皆さんと一緒に歌える歌ですよ。明日があるさ知ってる人、歌ったことある人、はい、何のことだ分かんない人、いいんです、いいんです。そういうの好きです。
これはね、明日がある明日、あそこを皆さんと一緒に歌う、それ以外は全然構わないです。でそこだけ一緒に歌う。で、あんまり気分が乗らない人は口パクで結構です。僕たちの業界はやらせでいいんです。それでは楽しくお送りします。明日があるさ。3万人ぐらい集まっているような、そんな若さの熱気を感じました。嘘です。実はですね、まあ、私事で恐縮なんですが、この度芸能生活40周年を迎えさせていただきました。ありがとうございます。4歳から初めて早40年。昔から婚姻矢のごとしなんて言います。これはどういうかというと、婚姻っていうのは、矢のごとしだな、こういう意味です。あっという間ということですね。それで実は、それを記念いたしまして、コロンビアレコードから CD をリリースいたしました。ありがとうございます。これが、今日お送りする加賀の応援ソング「来まっし加賀」で、その第2弾として「成長来まっし音頭」
ボンド、これは盆踊りなんかに踊るんですね。これはもう全て加賀市の宮本市長のいわゆるその、リクエストというかミッションで、グッチ雄三さん、ぜひ、若い人が楽しく踊れる曲を作ってほしいということで、作ったわけですけども、非常に好評いただいておりましてね、後ほどお見せしますけど、まあ、皆さんが本当に楽しく、歌って踊れる曲ができました。それからもう一曲あります。これは最後のプロポーズという曲で、実は僕の親友の三宅裕司さんが作ってくれました。皆さんは三宅さん知ってますか？テレビで見たことある人、カバに似てると思う人、ありがとうございました。この三宅さんが作詞してくれて歌うことになったんですけども、あ、たまたまですけども、実は今日放送のテレビでやるんですよね。今日BS の NHK で夜7時半から、この歌を歌うんでね、ぜひ見、あ、今から帰ってみなきゃ。あ、ビデオ撮ってあるわ。今日たまたま放送があるんでね、ぜひそちらの方もテレビのある方はご覧いただきたいと思います。あと今日はですね、まあ、いろいろテーマがありまして、僕、市長からお話しいただいて、まずその歌を作ったでしょ。それからもう一つはね、加賀名物を何か作ろうってことでね、加賀メンチっていうのをプロデュースしたんです。これがね、冗談抜きでうまいですよ。自分で言うのもなんですけど、こんなうまくいくと思わなかったです。で、それを今日は販売しておりますので、ぜひ召し上がっていただいて、それで美味しかった、もう食べた人、おしゃれだな。そう、みんないい人だ。それで、まあ、ぜひそこを食べていただいて、それで、加賀音頭とかね、木橋加賀の CD も横で売っておりますんで、それもついでに買うと、もう最高のコースということだろうと思うんで。領収書は発行しておりません。ちなみに三宅さんの作ってくれた歌はどういう歌かというと、三宅さんっていうのはね、ものすごく愛妻家なんです。本当にそれで仲が良くてね、そんな素晴らしい奥様に歌った歌なんですけど、いつも一緒にいてね、本当に仲がいいんですけど、たまに喧嘩するんですよ。そうすると奥様怒っちゃってね、もうあなたがどいてっていうつもりが、もう抱いてって言って仲良くなっちゃったという、そんな内容の歌です。お送りしましょう。最後のプロポーズ。気遣いの言葉さえ口を頼り感じて、忙しさを盾にイライラしてばかり、ミスをして落ち込んで飲んで叫んで、そしていつも君のせいにした。もう手遅れだなんて言わないで、ここまで来れた今だから言える、心から言える、ごめんね、そしてありがとう、暮れゆく季節の中に佇む分かち合おうよ、年を置いた素敵な笑顔を。今だから言える、心から言える、本当はずっと思ってたんだ、ごめんね、そしてありがとう。
レートで、男性の方は身につまされる内容と言われています。三宅さん曰く熟年離婚防止キャンペーンソングということで、ですから皆さんの周りにもしヤバい夫婦うまくいってねえななんていう人にはぜひ聞かせてあげていただきたいと思います。もちろん自分ちがヤバい場合もそれで結構。さあメインイベントです。今日はね、先ほど言いました加賀の応援ソングをお送りするんですけども、これ去年作りましてね、いろんな加賀のイベントで歌わせていただいて非常に評判がいい曲なんですけども、素晴らしいダンサーを皆さんにご紹介しましょう。ジャンピンの皆さんです。盛大な拍手お願いします。ジャンピン、ジャンピン、ジャンピン、かわいいですね。そして加賀子供ミュージカルの皆さんです。どうぞ拍手お願いします。あらかわいい、あらかわいいね。本当にね、子供番組をずっとやりましたんで結構この辺得意なんです。さあ皆さんのかわいいダンスとともにお送りしましょう。キマッシーカガです。 Are you ready? Yeah! Here we goそよぐ遥か歴史の町、原上部咲く丘にはホタルも舞い飛ぶ。名医と巡ればアンチエイジング、山城の湯、山中の湯、片山津の湯。キマシキマシ加賀の町、いらしいらし輝くなし、昇る湯煙雪景色、ミラーと染めるサンセット。きましきまし加賀の街、いらしいらし輝くなし、きましきまし加賀の街、笑顔がはじける、おもてなし。空高く青に見る霊峰を白山の神宿る頂に心癒されて、海路を行けば茅野の隅、九谷焼笠の岬、海の幸。きましきまし加賀の町、いらしいらし輝きまし、柿の葉ずし加賀の茶、あふれる四季の香り。きましきまし加賀の町、いらしいらし輝きまし、きましきまし加賀の町、自然と文化の
ジャンピン、そして香川こどもミュージカルの皆さんでした。盛大な拍手をお願いします。イエーイ、いいな。はい、ありがとうございました、ね、あっさりしてるでしょ。このぐらいがいいんです、ね、本当に可愛かったです。今日はね、この後はすごいんですよ、本邦初演です。先ほどお話したように、この曲が非常に好評だったので音頭というのも作りました。これも宮本市長のアイデアなんですけどもね、音頭を作りまして、例えば、夏のお祭りみんなで盆踊りなんかで踊ろうということで、このね振り付けもね、これもなかなかね、今までそのなんていうかな、普通の盆踊りっぽくないです。かなりその若い人たちとか子供たちが楽しく踊れるようなことになっておりまして、今日もね先ほど楽屋で血の出るような練習をしておりますので、素晴らしい踊りが期待できると思いますよ。いいですか。それでは盛大な拍手でお迎えください。リトルウィングスの皆さんです。イエーイ。あら可愛い、あら可愛い、ね、はいはいはい、拍手が途切れちゃダメですよ。後から来る子がひねちゃいますよ。はい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 、あらかわいい、なんか岩狩りみたいな感じですね。はい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 、あら大きい子がいた。あ、あれは先生ですね。はいはい、いいですか、いいですか、いいですか。大きい子は子供じゃありませんからね、先生ですからね。先生も楽しく踊ります。皆さんいいかな、準備はいいかな、いいですか。 Are you ready? Yeah!風はそよぐ遥か歴史の町、花勝負咲く丘にはホタルも舞い飛ぶ。メイトロ巡ればアンチエイジング、山城の湯、山中の湯、片山津の湯、来まし来まし香川町、いらしいらしから来まし、登る雪むり雪景色、ミラートを染めるサンセット、来まし来まし香川町、いらしいらしから来まし、来まし来まし香川町、笑顔が弾ける おもてなし、 空高く仰ぎ見る霊峰を白山の、神宿る頂に心癒されて、街道を行けば茅山も大隅、九谷焼き笠の岬、あちょいと海の幸、来まし来まし香川町、いらしいらし輝きまし、柿の葉ずるし香川坊ちゃん、四季の香り、来まし来まし香川の町、いらしいらし輝きまし、来まし来まし香川の町、自然と文化もおもてなし。ここは名だたる城下町、
の酒で一杯やりましょう。漆の色も鮮やかに、里の目に目にした包み、親も探していなさるか、損はさせない吟醸のぬくもり、うさを忘れて夢を口ち、かがあかがあ、それ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 、来まし来まし加賀の町、いらしいらし輝きまし、来まし来まし加賀の町、窓から美しいの リトルウィングスとその先生たちでした。盛大な拍手お願いします。ありがとう。ありがとう。はいはいはい。はいはい。もう帰っていいんだよ。はいはいはい。ね、まああのこれから断るごとに。先ほどの応援歌、来ましたかと、この音頭を、皆さんの前でお披露目すると思います。今後ともよろしくお願いします。お相手はグッチ雄三でした。ありがとうございました。